もこんにちは、しゅんじです。今日はですね、福井県立恐竜博物館に行って買ってきました。アニアティラノサウルスレックスロボットと、ホワイトアニアティラノサウルスレックス、こちらの2体見ていこうと思います。アニアでティラノサウルスのフィギュア何種類か出てますけど、今回の福井県立恐竜博物館でドドーンとね、展示されて動いてるティラノサウルスレックスがフィギュアになったということで、あのカラフルなティラノサウルスレックスですからね。いや、これはすごいね、楽しみですね。で、白い方は多分ね、福井県立恐竜博物館に行く途中、かなり大きなね、白色のティラノサウルスが飾られてるんですけど、多分あれだと思うんですよね。まずはね、こちらの白い方から見ていきます。 GCG LLC オリジナル商品、ホワイトアニアティラノサウルスレックスを見ていきますね。白カラーのティラノサウルスレックスということで、いや、どんな感じなんでしょうね。目の部分とかも真っ白なんですかね。はい、で、横はこんな感じ、ちょっと不気味ですね。はい、後ろには説明書きが下のところに書いてて、これカードが入ってないんで、読んでみますね。白亜紀後期の北アメリカ大陸を中心に生息していた大型の肉食恐竜です。がっしりした後足と大きな尻尾に対して、前足は小さく指も2本しかありません。戦う時には尻尾が強力な武器になり、20センチ以上もある鋭く尖ったギザギザの歯は獲物を逃がしませんって書いてましたね。はい、で、箱上には稼働するところが書いてて、足、尻尾が動いて、あと口も開くようになってるようです。こんな感じで、フィギュアが入って、わー、すごい、本当に真っ白けっけのティラノサウルスレックスだ。いや、これ面白いな。これはすごい綺麗な真っ白のティラノサウルスですよ。目のところとか細かいところ色が入ってるのかなって思ったら、もう入ってませんね。これ真っ白、もう真っ白けっけです。サイズの方ね、通常のアニアのティラノサウルスと比べると、大きさ全く同じで、あと形もね、もう全く同じで、ちょっとふっくらしたタイプのティラノサウルスになってますね。綺麗な白色ですよ。で、ところどころちょっとね、うっすら黄ばんだ感じあるんだけど、これは普通に黄ばんでるだけなんでしょうね。いや、綺麗な色になってますよ。で、形も通常のアニアと全く同じなんでね、迫力のある作りになってて、で、皮膚ね、ザラついたこの皮膚になってて、かっこいい。で、ここに目があって、口がね、開閉するようになってるんですけど、口の中ね、ピンク色とかには、塗装されてないですね。で、歯がずらっと並んでまして、ちょっとね、真っ白だとね、見にくいですよね、これね。で、ちょっとぽっちゃりした、胴体部分ですね。このお腹あたりふっくらしてます。で、前足2本の指があって、爪のところとかね、細かい塗装これされてないですよ。で、がっちりした後ろ足が前後に稼働するようになってますね。で、この、もものところとかね、筋が入ってて、いや、いい形してますね。で、後ろの尻尾が稼働するようになってますね。いや、すごい真っ白けっけのティラノサウルス、綺麗な色してますよね。で、口の中とか、あと目とか、まあ、ちょっとしたところは色ついてんのかなって思ってたら、色なしですよ。まあ、これちょっともったいないけど、自分でこうね、筆とかで色塗って楽しんだりすることもやろうと思えばできますよね。いや、これはでも意外や意外、すごいなんか真っ白けっけのティラノサウルスかっこよかったです。次はですね、ティラノサウルスレックスロボット、福井県立恐竜博物館に行かれた方でしたらちょっとわかると思うんですけど、展示されてる動くティラノサウルスのアニアバージョンですよ。いや、これはね、かなりテンション上がりますね。で、こちらね、福井県立恐竜博物館監修ってここに書いてますね。白い方には入ってなかったんですけど、こちら博物館カード2枚入ってます。はい、で、くるっと回して、横はこんな感じ。カラーがいいですよね、これね。後ろに説明書きが書いてますね。はい、で、稼働するところが足&尻尾が動いて、口も、動くようになってますね。では、取り出します。はい、なんかね、こんな感じ。わー、すごい綺麗な色、これもしてるな。で、あとカードです。博物館カード、英語バージョンに日本語バージョンが入ってますね。ティラノサウルスは最大級の肉食恐竜です。太く鋭く尖った歯と頑丈で大きな頭は、噛む力がとても強かったと考えられています。後足に比べ前足は小さく、指は2本しかありません。
成長は早く25年ほどで大人と同じ体つきになったと考えられています。また狩りをして獲物を捕まえたり死体を漁ったりしていたと考えられていますって書いてますね。あと体長、食性、時代、産地などが書いてます。ティラノサウルスレックスロボットを取り出して見ていきますね。いや綺麗な黄色にあとちょっとオレンジ色も入ってたりして、で青色の柄が入ってるんで、青黒いかな、青黒い柄が入ってるんですけど、またこの柄もすごいかっこいい。で下は白カラーに、ね、なってますね。こちらロボットも、サイズの方は、通常のアニアと同じ大きさで、あと形もね多分全く同じだと思いますね。お腹のところふっくらしてて、頭の形もね同じですね。ちょっと明るめの黄色カラーが本当にかっこいい。またこの背中のドス黒いと言いますか、ちょっと暗いね青色が、いやなんだろう、こうすごいやんちゃな雰囲気を出してますよね。でこちら口が開閉するようになってて、口の中はピンク色で、歯がね綺麗な白色になってて、頭の形ね通常版と同じなんだけど、やっぱりちょっと柄が入ってて、この目の周りがちょっと茶色っぽいカラーにもなってて、いやなんかこの色が違うだけで本当に雰囲気変わりますよね。めっちゃ強そうな雰囲気になってる。で首のところシワがあって、でも形同じですよね。お腹のところふっくらしてて、でこの柄ねいいですよね。で前足のところ、爪のところね綺麗に塗装されてます。でがっちりした後ろ足のこの横の柄かっこいい。でちょっとねオレンジっぽいカラーも入ってますね。でふくらはぎのところボコッとしてて、後ろ足もね爪の部分は黒色の艶消しになってますね。で前後に稼働するようになってます。はい、後ろの尻尾のと先端までね綺麗にこの柄がね、入ってますね。でさっきねご紹介した白いティラノサウルスね横に並べると、こちら色塗る前に色塗った後みたいなそんな感じになってて、いやこれはこれで良かったんだけど、やっぱりこのロボットのカラーがねもうめちゃめちゃかっこいいから、こっちの方がなんか人気高そうな気がしますよね。まあ、せっかくなんで他のティラノサウルスもちょっとご紹介したいと思います。こちらが通常カラーの、茶色カラーのティラノサウルスです。で次こちら、色はねグレーカラーの、羽毛付きバージョンのティラノサウルス、目が、赤色になってて、で稼働するところとかね同じですね。口に後ろ足あと尻尾が稼働して、羽毛付きバージョンは頭の上のところからふさふさしたね毛が生えてるんだけど、いやこれがまたかっこいいんですよ。このももの上のところとかもねこのちょっと毛が生えててね可愛らしい形になってますよね。でこちら黒色のティラノサウルス、何のねプレセットか忘れたんですけど、何かのセットに入ってたやつだったと思いますね。こちら羽毛がついてる激闘肉食恐竜ライバルセットに入ってた羽毛付きグレーカラーバージョンのティラノサウルスなんだけど、グレーっていうかもう青色ですよねこれね青カラーのブルーカラーのティラノサウルスだと思うんだけどな。名前は一応グレーカラーになってます。首のところとあと前足が赤色になってて、で羽毛の部分が濃いね青色になってるっていうね、かっこいいティラノサウルスになってました。でこちらね激突最強恐竜バトルセットの中に入ってました赤カラーのティラノサウルスになります。で最後一体こちらグリーンカラーのティラノサウルスなんですけど、いやこれなんだったかな、多分プレイセットの中になんか入ってた恐竜だと思いますね。このティラノサウルスは体にね傷なんかがあったりして、めちゃめちゃかっこいい作りになってるんですよね。あと通常のティラノサウルスレックスよりもちょっとほっそりしてて、個人的にはなんか好きですねこの形。最後ジュラシックワールドのティーレックス、こちらはですねもう形がねちょっと全然違うんですよ。もうかなりスリムで、また迫力のあるね造形になってて、いやかっこいいんですよ。個人的にアニアの恐竜フィギュアの中でもジュラシックワールドのこの T-REX は僕大好きですね。福井県立恐竜博物館に行って買ってきましたティラノサウルスレックスロボットにホワイトアニアティラノサウルスレックスをご紹介したんですけど、で博物館で展示されてる動くねティラノサウルスが、アニアで登場ということで、いやこれはテンション上がった方多かったんじゃないですかね。また白色もそう博物館の外に多分ね展示されてるのと同じだと思う
思うんで、いやこれはこれで個人的にはすごい嬉しい。ただちょっと寂しいなって思う方は、あの色をね塗ることももったいないけど、色を塗ることもできるんで、まあ、いろんな遊び方できるかなと思います。でこちら白カラーの方はあのオンラインストアの方で購入することできるんで、ちょっと遠くて行けないという方もねネットで注文することできるんで、まあ、気になった方はぜひねチェックの方をしてみてください。であのこのロボットの方はですね、ちょっと確認できてないんですけど、そう博物館以外でも発売する予定がございますって書いてるんで、もしかしたらオンラインストアで購入することができるのかもしれませんね。そうロボットに関してはねちょっとわからないんですけど、この白い方は、オンラインストアで購入はできます。はい、ということで今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価グッドボタンの方よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。